はい、ハンマークの本家の半間岩尾先生です。地球上でね、一部だけですけども非常にね、素晴らしい科学の発達がまたされたということをちょっと報告いたします。本当か嘘か分かんないような技術というのはね、本当か分かんないわけです、誰もね。で、これが本当であるということね、をちょっとお伝えしたいと思います。ですね、SF 映画で、スタートレックっていうのがございましたね。で、想像以上の宇宙船のね発達でね、想像で描いたものでしたけれども、ワープなどですね、宇宙船がね遠くに飛ぶと、考えられないようなことでしたね、昔ではね。それがね、宇宙船のワープというねことが現在できるように なったんですね。で、反重力装置というのを開発がされました。重力をね、磁場によって、強力な磁場によって囲って、その物質に囲った物質に対して反重力化してしまいます。重力ゼロにしちゃうんですね。それで推進力、また磁気によってね、移動するというわけですね。言うなれば、重力っていうのはね、目方の思いね、物質とかに惹かれたりとかね、そういう働きがあるわけですね。そのつながりというのを、電磁場によって、ね、その物体を囲っちゃって遮断しちゃうんですね。そうしますと、温度とかね、いうのを逃がさないとか、ね、真空に したりして、ね、近くして遮断したりとか、いろいろありますよ。それと同じようなことと考えてくださいね。で、周りの物質に、関係するんで、それをね、時期によって囲って遮断しちゃうんです。その遮断する物質ね、覆った物質を遮断しちゃうんですよ。そうそう、反重力か、重力がゼロにすることができるんですね。このね、切り替えの差の関係でね、重力上がったのに重力をなくしてしまうというと、そこに差ができますでしょ。その反重力装置システムで移動してしまうんですね。だからほぼ光の速さでワープができるんですね。最高でね、光の速さすごいでしょ。火星に行くんだったら光の速さで行っちゃうから、何秒ぐらいですかね。結構ね、数十秒できちゃうんですかね。そういうことでね、実際に作られました。これは宇宙人がね、作った空飛ぶ円盤っていうのは、これは本当だったみたいですね。で、それを元にして作ったらしいということでね、
ことも言われてますね。半重力ね、装置っていうのはね。で、またこんな話は無理だろうとは思ってたんだけど、作ってしまいました。で、まあ、お手本は宇宙生物ですね。で、かなり進んでんですね、この宇宙生物は。これがね、漂流したりして、その漂流した、ね、円盤をね、分析して作ったと。ね、そしたらそういう原理だったということですね。驚くです。驚きますね。ただね、ワープするときには間に障害物がね、チリとかあったら全部それ、弾丸以上のものですから、戦艦、宇宙船破壊されちゃうんです。だから、レーダーじゃないけども、一旦飛ぶ方向に何も障害物がないということを分析しないといけないですね。だけども、光の速さだから、結構大変ですね。光で調べてまたいたから完全ではないですね。光の速さで飛んでたらぶつかっちゃうわけです、この間にね。地球内の移動だったら数秒ですね、もう1秒以内だから。スターゲートってありますよ、そういうようなものがもう完成ですね。航空機ね、海外に旅行っていうのは、ね、1秒です ね。ゲート通るわけですね。1秒でワープできるんです。早いでしょ、通勤なんか早いでしょ。海外ね、今まで飛行機で大変だったですよ。